住紳一郎の日曜天国。おはようございます。11月20日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。空は曇っていますね。今日は関東地方予報は曇り、そして北部では昼前から、都心では午後1時頃から雨が降り出します。今日は関東北部で昼前、都心では午後1時頃から雨が降り出します。東京の降水確率午後 60%、 夜 70% です。北風も吹きまして気温もあまり上がらないようです。今スタジオの外歩いてきましたけれども、やはり風が吹きますと体感温度は随分下がりますね。寒いなという感じがいたしました。予想最高気温、東京、横浜、前橋で13度、熊谷で14度、千葉、宇都宮、水戸で15度です。今日はお出かけの方、外出する方は雨の備え、そして暖かい服装をお勧めいたします。そしてこの雨ですが、月曜の日中まで残るようです。ただ月曜夕方には回復して夜には晴れてきます。明日月曜日、東京最高気温15度の予想です。今週は一旦火曜日に天気が回復しますが、水曜日には再び低気圧が通過する影響で雨風強く荒れ模様となります。木曜日からは秋晴れが戻ります。ですから日曜、月曜、水曜と雨ということですね。火、木、金、土が晴れマーク、東京はついています。月曜日、水曜日は少し荒れ模様ですね。雨だけじゃなくて風の予想もありますからね。外出の際にこの季節に雨当たってしまいますとね、一気に鼻風邪ひくってのことになりますからね、お気をつけいただきたいと思います。安住さんも少し鼻が詰まっていますか。そうですね、詰まってますね。私鼻ね、珍しい。いやー、そうですね、ちょっと最近私もなかなか体調があまりこれまでとは違ってなかなか管理が難しくなってきて、まあ早起きするようになってからっていうこともあるんですけれども、そうでしょうね。いえ、お恥ずかしい。まあちょっと寝て起きてすぐっていうのもあるかもしれませんけどすいません、あの体調のせいにしたりして、寝て起きてすぐの鼻声感はありますね、ちょっとね。そうですか、すみません。だったらいいです紅葉がね、随分と進んで、今日なんかは本当ちょうどね、見に行くにはいい頃合いだったんですが、天気が少し予報が悪いということで予定変えたという方もいるかもしれませんね。そうですね。都心ですとね、神宮外苑の黄色いイチョウも見られますし、文京区の六義園ですか、もうなかなか人気スポットですよ。あ、駒込ですね。駒込ですか。いいですね。いいですよね。六義園って読めるところがいいじゃないですか。そうなの、うん、6と書いてね、陸なんですよね豪音だからよくわかんないけど、あとは高尾山、立川昭和記念公園、いいですよね。いいですね。栃木の日光をおすすめする方多いですよね。関東ではやっぱり日光が人気ですよね。いろは坂、つづら折りね、え、混んでても行きたいっていうところですもんね。そうですね。私前日光からさらに福島寄りに進んだところに栗山村って、今はもう合併して日光市になってるんですけど、栗山郷って言ったりするんですけども、本当に栗山郷、栗山村で見たもみじが本当に忘れられなくて、もみじというか紅葉ですね。まあ日光のこっちの東照宮の方に比べると本当に手つかずの山っていう感じなんですけども、まあ、出身がもともと田舎なものですから、ちょっとそれぐらいの方がなんとなく自分好みだななんて思って、もし興味のある方ぜひ調べてみていただきたいと思いますけど。そうですね。ねえ、栗が取れるから栗山村だったみたいですけども。あ、そうですか。ねえ、
奥日光の方、湯滝とかある方でしょうか。もっとですね、もっと多分日光市内から車で2時間ぐらいかかるんじゃないかな。日光市ってのは皆さん、あの栃木の話少ししますけれども、栃木の中の日光市ってなんとなく場所わかりますよね。で、すごく広いイメージあります？栃木県内での日光市って実は栃木県内の面積の4分の1が日光市なんですよ。もうほぼ日光市そうなんです、合併しましたんでね。へえ、信じられます？信じられませんね。栃木県の4分の1が日光市なんですよ、面積的に。すごいよね。と思いますでしょ、ね、そんな県他にないような気もする。日本でね3番目かな、面積の広さ。ただでもね、北海道東北勢向こうに回してるからさ、ねえ、盛岡とかちょっとね広そうだもんね、なんかね。あ、まあ、秋田市とかね、関東にあって日光市、栃木の4分の1ですって、ねえ、他にいっぱい町あるのにっていう感じしますでしょ。で、その日光市の中の 30% を占めてるのが旧栗山村だから大きい、トゥービッグ大きいでしょ。本当ですね、そう聞くと村って聞いたから、村って聞いたからあれだけどと思って、でしょ。そんなに、だから栃木の北ってほとんど栗山村だから、そうなかなか栗山村から抜け出せないから。そうですか、ね、そう、栃木県内の面積の4分の1が日光市でしょ、はい、で日光市の中の 30% は栗山村だから恐ろしいアポテンシャル、ね、いいですよ。温泉がたくさんありますし、川俣温泉とか奥鬼怒温泉っていうところがありまして、ちょっと栃木の話長くなりますけども、奥鬼怒温泉は行かれたことありますか？まあ、なかなか行く機会ないと思うんですけど、奥鬼怒温泉は4つあるのかな、宿が。4つのうち2つは車で行けない温泉宿ですから、もうほぼ山小屋ですよね。駐車場に車を置いてから、そこから徒歩で2時間とかかかるところに温泉があるんですから、秘境っていうか、もう行けないよね普通の人はね。ベース徒歩なんですよ。じゃないといけない温泉が2つくらいありますからね。それはインクリ山村ね、栗山郷。そうなんですね、ね、そりゃ広いよね。スケールが違う。車で行けない温泉宿が2軒あるって言うんだからそれは広かろうっていうことだよね。紅葉が綺麗ですっていう話です。ね、ちょっとね、日光などもう3回4回行きましたって人はおすすめしたいと思います。一応隣ですからね。それからもう一つ、先週話そうと思って思い出せず、放送中に思い出せずそのままになっていたイベントが思い出せず、はい、その話ですけれども、結局先週は急遽代わりに見切り発車で話し始めた七五三の話が究極の他人の恨み妬み類のトークに終始いたしまして、全くラジオを聞いていないネット記事読者の目にも触れることになり、ごく普通の市民の皆様に距離を置かれる結果と相なりましたね、そうですか、AM ラジオ地獄だよね。ラジオ聞いてない人に叩かれちゃったりして、語ればみんな涙の種でございますね泣けてくる。東京港区の神社に来る幸せいっぱいの家族、特にね、裕福なご家庭のご子息、ご家族の様子はとても華やかですよということを伝えたかったんですが、はい、私の伝え方がまずかったということで、中澤さんからもお金持ちにも悩みはあるなんてまさかのお金持ち側からのフォローなどもいただきまして、違う違う、きっと想像違いましたっけ。想像ですよ。え多分おそらくってこと。ああそうですか、はい、いやなんかてっきりお金持ち側からの代表の意見としてなんか、いやそうは申しましてもね、安住さん、ルサンチマン的にその成功者羨む気持ち分かりますが、いや金持ち側にもやっぱり苦悩ってのあるんですよなんて話になっちゃって、もう塗る薬なしみたいな。やめて。え違います違います。
あ、皆さんお分かりいただいてますよね。これ私分かってて言ってますからね。そうですよ、ここマジレスされますとまた炎上しますから本当ですよ、本当にお願いします、プロレスやってるだけですから。そうなんです、うん。あとは沖縄そばの香辛料が大事なところについちゃって大変だったという話も週刊誌に一部切り取られまして、病気のところメインの記事になって上がってましたよね。もうこれはもうダメージ大きかったですね。親が見たら泣きますよあれ。うん、だって私が夜の高級店通って整備をもらったって話になっちゃってんだから。いやいや、そこまた、そこまで言ってない、また言っちゃったじゃないの。わかりやすく伝えてるだけですよ。こういうふうに誤解されたっていう、誤解されてる感じも大げさに伝えるからね。そうです、そうです、こんなに痛いんですなんて言ってね。そんなにかすり傷なのになんかすごい血が出てるんですからなんて、入院させてくださいみたいな、こんなに傷つけられましたみたいな。まあいいんですけど、お互い様ですからね。でプロレスってそういうものでしょ。さほど痛くなくたって痛いって芝居しなきゃいけない。あ、違う、間違った。これはこれでプロレスファンの心を傷つけてる。そうか、そうですね、そうだ、いいんだよね、見てる人に伝わればということでね、語ればみんな涙の種でございます。よくわかんないけど本当ですね、なんか一昨日ぐらいからこのフレーズ好きで使ってるんですよ。気に入ってんですよね。また忘れてしまいそう。そう、元々のイベントの話、赤坂サーカスというあのこの放送センターの横にね、テニスコート3面4面取れる広場がありまして、4面は取れないかな、いろいろイベント催し物をやっているんですが、はい、先週の土曜日日曜日、港区、東京港区にある大使館が集まって、それぞれのテントで自分の国の文化とか食べ物を紹介して販売するイベントが行われていたんですよね。そうでしたね。15、6大使館のブースが出ていたと思うんですけれども、その大使館で働いている人が出店の手伝いに赤坂に来ていたんですけども、実はその人から私メールをね、前の日にもらっていたんですよね。実はその方とは以前私会ったことがあって、今日土曜日日曜イベントなんで赤坂に来ているんですということが書いてあったんですが、はい、もうね、今から14年前なんです。でその時のことをこの番組で実は私もね、話をしているので、長くこの番組を聞いてくださっているという方は覚えているかもしれません。2008年3月なんですけども、その時の録音がありますのでお聞きいただきたいと思います。あのもう14年前、15年前なので、今の感覚で聞くとちょっとね、言葉が過ぎてるような感じに聞こえるかもしれませんが、当時の雰囲気を重視してそのままの録音で用意していますので、どうぞそのあたりはご容赦ください。前も言ったかもしれませんが、秋田県はJNN のネット局がない県でもあるんですよね、はい、TBS 系列のテレビで私は仕事をしていますけれども、全国ネットと言いながら実は秋田県に TBS の放送を、流す地方局が存在していないというちょっとした空白区になってるんですよね。秋田市では私のことはほぼ誰も知らないというちょっと得意な状況になるわけなんですよね。ということは私いろいろ悪さができるっていうことなんですよ。そうですね、はい、裏を返せば、裏を返せば下手の横好きではあるんですが、ボーリングを大変こよなく愛しておりまして、そうですよね、はい、主な関東地方でのボーリングはホームグラウンドは新宿の歌舞伎町にあります、歌舞伎町1丁目20番地にありますコパボール新宿店なんですけれども、そこでよく深夜にボーリングをしたりしているわけですけれども、ボーリングはメンタルスポーツということは皆さんもお分かりだと思うんです。は、邪念があるとこうスコアがブレるんですね。あ、そうですか。これはまあゴルフとかビリヤードなどでもそうですが、まあ、大抵のスポーツはそうだと思うんですけれども、やはりこう横からの視線とか左後ろから右後ろからの視線というものに対して大変敏感になってしまうというところがね、あるんですよ。そういうことでもあるんですけど、当然僕もやっぱり吉田照美さんとかが横で投げてたらやっぱり見ちゃうと思うんですよ。そうですよ、もう見逃さないよ、吉田照美さんだと思って、はい、ねえ、ボーリングやってるわと思ってね、はい、当然でも吉田照美さんがボーリングやってるだけじゃ終わらないですよね。そうですよ、吉田照美さんってどれぐらいの腕前なのか見ちゃいますよね。もちろんですよ、一挙一投足ですよ、見ますよね、はい、でどれぐらいのスコア出してるのかも見ますよね。見ます。で挙句多分自分と比べますよね、きっとね。そうですそうです、自分より下手だと嬉しいし、やっぱりちょっと素人離れしてたら、やっぱり吉田照美さんってすごいなっていうふうに思うし、そうですね、
森本武郎さんだって荒川京家さんだってやっぱ見ちゃいますよね。見ちゃいます、うん、まずその日の自分のスコアはどうでもよくなっちゃいますですよね。 A プレーは荒川京家だと思うよね、うん、そこでやおらこう特別な光を放ち始めるのがやっぱり秋田県のボーリング場なんですよ。お、秋田県のボーリング場ならば、はい、自分自身の思いっきりプレーができるんじゃないか。そうですね、っていうふうに思って、毎回秋田県に行くと必ずボーリング場に行ってるんです。あ、そうなんですね、そういうことなんだ。場所は秋田市内の川端という繁華街から一本通りを外れました大町というところにあるんですが、はい、名前はファンキーボールと言いますそれは失礼ですよ、笑ったら。そういう場所があるんですから。ファンキーボールなんです。1ゲーム500円します。ボーリングは地方の方が若干割高な感じがしますが、都内ですと300円くらいでできるところもあるんですが、そうですかね、やはりこうなんかこう開放感もありまして大変調子が良かったんです、はい、1ゲーム目でなんと168を出しまして、はい、1ゲーム目から平均アベレージを超えるというのはですね、なかなかこうないことなんですよね。慣れないレーンで、慣れない土地で、そうですよ、慣れないハウスボールでそして2ゲーム目に185を出すんですね。そして3ゲーム目でなんと203を出すんです。はい、順調に来てるんです。203ピン倒してるんです、知らない街で一人バンバン。これは調子がいいな、こんなに調子のいい時は1年に1度あるかないかだぞと、はい、もしかすると自己ベストを更新できるのかな、そんなような気持ちもありまして、どん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 と私のボルテージは高まってくるわけであります、はい、そして油の乗りまして4ゲーム目、はい、忘れもしません、1フレーム目が9ピンスペアを取って、2フレーム目も9ピン取ってスペア、あ、まあ、ストライクこそ取れなかったんですけども、まあ、スペアスペアときて、その後にストライク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 、4連続ストライク、6フレーム目で概算で150して120はいってるんです、これは来てるなと、まあ、ボーリング詳しくない方もいらっしゃるかと思いますが、ボーリングっていうのはだいたい 10フレーム目まで投げるんですけれども、はい、ということは5フレーム目で概算で130ということは10フレーム投げると260はいくんじゃないかという、しかし思わぬ失脚がやってきたのです。ちょうどね5分ぐらい前から自分の左側の1レーン空いた隣の隣に家族連れがやってきて遊んでるなっていうことを私気づいてたんです、はい、5歳ぐらいの、ね、男の子、それから25、6歳の若いパパとママ、うん、それから60歳近辺の多分その小さい男の子にとってみるとおじいちゃんおばあちゃん、うん、そしてもう一人いて、それは多分若いパパの妹もしくは若いママの妹。なるほど。誰が私の成績にストップをかけたかと言いますとですね、うん、そのおばさんですよね、死客の名前は妹マキちゃんって言うんですけど、それは仮名仮名じゃないです、そうか、そこで出てるのか、出てる、はい、ボーリングしてる時の名前がマキちゃん23歳年齢は秋田市内の駅前でなんか洋服を売ってそうな感じの結構おしゃれなおばさんなんで、23歳、かわいい感じ、で何がマキちゃんすごいかっていうと、ズバリパンツが見えるんですよ最初はねあまりにはっきり見えたんでショートパンツかなんかをね履いてるんだろうなと思ってたんですけれども、見せパンを、はい、違うのチュニックワンピみたいな、こういう普通はジーパンの上に履く短いワンピーススカートみたいな、中にジーパンを履くだろうっていうようなぐらいの短いその短めのスカートっていうかこうワンピースっていう、ね、うん、タオル生地っぽい感じのものを履いてるわけですよ。はい、でその下にジーパンを履かずに薄い紫のカラータイツを履いてるんですけど、それが最初はって思うぐらいはっきり後ろからパンツが見えるんですよ、はい、タイツで覆われているのではないですか。そうなんですよ、タイツで覆われてるので本人は油断してるのか知らないが、はい、自分が着替えたとこが暗かったのかどうかわからないけれども、はい、はっきり見えるんですよ薄い紫のカラータイツの下に履いているパンツがブリッて見えちゃうわけですよで大事な一投ですよ、はい、4連続ストライクの後なんかボールが見たこともない角度で飛び出してきましたボーリングの右半分のピンの方にスーッと行っちゃって4ピンぐらいしか倒れなくて、はい、右のピンだけ倒れたみたいな、真ん中に行かずに、はい、でもうグダグダですよ。あ、もう立て直せなかったですか。一度落ち着こうと思ってこう自分の待合室というか控室っぽいところの その椅子のところに戻ってきて、はい、で下を向いて、でブツ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 言ってたんですよそしたら一緒に行ったその番組のスタッフの原田さんって、年僕と一緒なんですけども、はい、ずっと一緒に仕事してるメンバーではあるんですけども、はい、
原田さんが、あんまり喋らないんだけれども突然私の横に急に座ってベンチで、あの席を移動してきて、それで安住さんダメです、ちゃんと見るんですパンツをっていう、静止しなさいと。まあそうそうそう、チラチラじゃダメと、チラチラ見るなと、飽きるほど一回じっくり見てみろとアドバイスをくれたわけですよ、さすが。そんなことで日々自分の仕事を自問自答している毎日です。何が言いたかったかというと、マキちゃんにもう一度会いたいなという。やっぱり会ってみたい、ね、2008年の放送ですね。ちょっとやっぱりまだあれですね、当時の雰囲気が残ってて、少しやっぱり喋るスピードも速いし、中澤さんの声も高いしね、懐かしいなという感じがありますが、いただいたメールを読みたいと思います。タグボートさんです、ありがとうございます。突然ですが2008年3月2日放送の秋田ファンキーボールの話を覚えていらっしゃいますか。14年前 TBS の放送のない秋田県で、周りの人が気づかないだろうことをいいことに、安住さんが羽を伸ばし秋田市のファンキーボールでボーリングをするも、隣のレーンにいた女性マキちゃんのパンチラが気になってガタを連発したと嘆いた。今ではコンプライアンスに引っかかりそうな話ですがオンエアしちゃったよ。そのマキちゃんのさらに一つ奥のレーンで家族でボーリングをしていた女の子が当時15歳の私なのです、ね、幼少期父の転勤で東京に住んでいた私はからくりテレビが大好きでよく見ていたため、秋田に戻った後も安住さんのことを知っていてファンキーボールで気づいた時は、絶対そうだよ母、ここ秋田だよ、人違いじゃない父、いやあれは安住さんっぽいなと家族で話していて、私はまさか安住さんが女性のパンツに集中力を持っていかれているとはつゆ知らず、写真を一緒に撮ってほしいと父にねだり、娘の願いと父が話しかけてくれ、一緒に写真を撮ってもらった思い出があります。その写真は14年経った今もなぜか実家のリビングの隅に飾ってあります。数年後、自分の思い出の日が安住さんにとってもある意味思い出深い日だったと知り笑いました。そんな当時15歳だった女の子は大学卒業後中南米に渡りコーディネーターとして働いていましたが、不意のコロナで帰国することになり、現在は某駐日大使館で働いています。そして11月12日13日に赤坂サカスで開催されている港区の大使館イベント港ブラッサムフェスタに参加しています。広場から見える秋空に見える青い TBS のロゴにふとこのエピソードを思い出しました。その後安住さんは秋田で遊んでいらっしゃいますか。ファンキーボールですが現在は名前が変わりブルックリンストライクになりましたよ。ちなみに今日のテーマは気分の上がる時ですが、なんか嬉しいディレクターですね。ちなみに今日のテーマ気分の上がる時ですが、私は日本から海外の空港に降りたときに、海外独特の匂いやアルファベットばかりの看板、日本語が一切聞こえない環境を体感したときに気分が上がります。とはいえコロナで長らく感じられていないので、最近の気分が上がることといえば、男性にはわからないかもしれませんが、毎朝仕事に出かける前にバッチリメイクをして、はい、髪を巻いたりしてきれいにした時です。朝起きて疲れている日も、化粧をバッチリして髪の毛もアレンジするとまだいける私と思え、一瞬気分が上がります。14年前も今日も日曜日10時このビルから放送しているんですね。嬉しいですね。なんかね、ちょっとごめんなさい、なんか自分がこんなに感情が揺れる理由もちょっとよく分かってないんですけども、ね、
本当に言葉にならないですね。うん、あ、よかったです ね、 ね、先週放送終わりにあのサカスに行ってお会いしてきたんですけどね、15歳の時一緒に撮った写真も見せてもらいましてね、ちょっとね私覚えてなかったんですけど、本当に当時15歳だった女の子がスペイン語ベラベラ話して、ね、立派に話してらっしゃって嬉しいなと思いました。自分のたわいもない思い出話、昔の記憶をね、よりなんかこう華やかに色をつけ直してもらったようで、そしてなんか一緒に、まあコロナのこともあったし、14年前と同じね番組を続けられていることをすごく嬉しく思ってということですよね。本当になんか嬉しかったなと思いました。そしてこの話をね先週ちょっとしようと思ったら忘れてたっていうのもまたすごいですよね。またちょっと七五三を見て他人の家を羨んでごく普通の皆様方に距離を置かれる結果と相なった後の出来事だったので、またちょっと私も涙が出てしまったのかもしれませんが、こんなに嬉しいことがあったんです ね、 本当ですね、よそのお宅を妬んでばかりいた私の人生にもたくさんの人が関わってくれているということが分かってとても嬉しかったですね。すごく嬉しかったという先週の出来事をお話ししました。それでは今日のメッセージテーマこちらです。最近買ったものです。さいたま市の歌ママさん、32歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私が最近買ったものはこのせ電動自転車です。息子が2歳になり、自転車に乗せ近所のスーパーや公園に行けると便利だと思い買いました。購入直後こそ乗ることに抵抗した息子でしたが、走り出すと私の後ろで楽しそうにしており、私自身も久しぶりの自転車にテンションが上がりました。通学や通勤で自転車を使っていた頃、時間に余裕がない私は常に最短時間で目的地に到着することを目指し爆走していましたので、久しぶりにハンドルを握ると時間の制約があるわけではないのに爆走モードに勝手に入ってしまいました。長い坂を下り始め、加速が進んだ時、息子が怖いと後ろで言い我に返りました。ゆっくり止まり、息子の顔を見ると目に涙をためており、ごめん、楽しくてお母さんつい夢中になっちゃったと謝りました。そのようなことがあった数日後、息子と自転車でスーパーに行っている途中、お子さんを乗せた自転車に乗ったママ友に会いました。行く方向が同じだったため途中まで後ろをついていく形で走行していると、そのママ友は私にとってはありえないくらいゆっくりなスピードでお子さんと会話を楽しみながら自転車を漕いでいました。母親とはこうあるべきだと初めて気づきました。リクエストはユーミンの守ってあげたいです。これはちょっと自転車は急いで漕ぐものと思って疑ってなかったら、ママ友を見たらものすごくお子さんとの会話を重視してゆっくり漕いでいるのを見て、何してたんだろうって思ったっていうことでしょう。でもこの人の人生を応援しちゃう、ね、すごくわかる。うん、ね、中澤さんもねお嬢さんいらっしゃいますけど、確かレンタカー返す時間がギリギリになっちゃって少し車荒く運転してたら助手席でお嬢さんが泣いてお母さん延滞料払っていいよって言ったんじゃなかったっけ。そうですね、飛行機に間に合わなそうだったので、でもやりきって、それで飛行機に乗ってから、サメサメと泣かれたっていう。あ、結果出してから飛行機の機内でちょっとねお母さんがあまりにも必死だったから、その当時は感情発露できなかったね。で、全てお母さんが安心した状態でサメサメと泣いたね。グッときちゃう。皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954 3584-0954 でオペレーターの皆さんがお電話をお受けします。ファックスの番号は 03-5562-0954 5562-0954
E メールのアドレスは nichiten@tbs.co.jp nichiten@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター水川雅也さんの制作によるオリジナルポストカード、秋到来旅気分をお送りしています。今日のテーマは最近買ったもの、皆さんからのメッセージお待ちしています。中継コーナーです。今朝は柳沢さんです。おはようございます。おはようございます。JR 西国分寺駅からすぐの場所にあるくるみどコーヒーというカフェに来ています。水出しコーヒーと殻付きのくるみのサービスが評判のお店なんですが、最近もう一つの名物となりつつあるお手紙コーヒーをご紹介します。はい、くるみどコーヒー店主の影山智明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お手紙コーヒーって一体何なんでしょうか。はい、簡単に言いますと、次にお店に来る方にコーヒーを一杯ご馳走できる仕組みなんですね。お店で700円お支払いいただいて、お手紙カードというのを買ってもらってですね、でこんな方に飲んでもらいたいなっていうメッセージとともに、ご自身の住所を書いていただいて、でそこは個人情報保護シールを貼って、店内にこう並べていくっていう、そういう仕組みなんですよね。はい、で壁のラックにタイムカードのように手紙がずらずらっと並んでいます。飲みたい人はこの中から1枚選べばいいんですね。そうですね、その宛名を見て、あ、これは自分宛だなと思ったようなはがきを見つけて、それを使ってコーヒーを飲んでいただくことができます。でコーヒー飲んでいただいたら、そのお返事をですね、ぜひちょっと書いていただいて、で後日お店の方で切手を貼って送り主の方にお届けするっていうやり方をとってます。はい、つまりはお礼状が届くようになっているということで。そうですね、はい、こういった次の方にコーヒーをご馳走するっていう仕組み自体は、アメリカですとペイトフォワードとか、イタリアですとカフェソスペーゾとか、そういった仕組みやっぱりあるんですけども、ただそのお礼を届ける仕組みがないことが多いんですね、なので送った側も本当にこれの飲んでもらえたのかっていう手応えがなかったり、受け取った側もその感謝の気持ちを伝える手段がないっていうところが、ちょっと残念だなと思ってたもんですから、今ご紹介したようなやり方にたどり着いた次第です。はい、じゃあ私も一杯ご馳走になりますね。はい、ラックの前にいるんですが、当てはまるのあるかな。三毛猫と暮らしているあなたへ、違う、双子のあなた、違うな、結婚前に同棲するかしないか迷っているあなた、キンプリ解散のニュースで涙を濡らしたあなたへ、ちょっと当てはまるものがありました。はい、ありました、ありました。この秋紅葉を見に行ったあなたへ、はい、綺麗な字で、どちらへ行かれましたか。自然の色は本当に美しいですよね。こんな世界に生きていられることに感謝ですと書いてあります。心の綺麗な人ですね、きっと。ルルレモンさんのおごりでコーヒーをいただきます。美味しいです。そして私からも誰かに一杯送りたいと思います。はい、じゃあ私は西武ライオンズファンなので、西武ファンのあなたにというメッセージカードを、この後好きな選手とか書いて残しておきます。いいですね。はい、いつか飲んだ人から返事来るのが楽しみです。はい、お店はこの後11時オープンで、スタッフさんが代筆する形でオンライン利用もできますので、詳しくはホームページをご覧ください。はい、影山さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はくるみどコーヒーのお手紙コーヒーを紹介しました。時刻は10時43分です。さばいて日天、今朝の担当、赤荻歩美アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。お願いします。それでは先週起こったニュースがわかる日天ニュースフラッシュです。まずは11月14日月曜日、三重県沖を震源とする地震が発生。茨城などで震度4を観測しました。震源から離れたところで揺れが大きくなる異常震域が見られました。続いて16日水曜日、ポーランドにミサイルが着弾し2人が死亡。 NATO はウクライナの迎撃ミサイルの可能性が高いとの見解を示しています。同じく水曜日、
女優松原千明さんが自宅のあるハワイで亡くなったことが分かりました。64歳でした。続いて17日木曜日、京成電鉄の回送電車が脱線、事故の影響で一部区間で10時間にわたり運行を見合わせました。おしまいは昨日19日土曜日、岸田総理は政治と金の問題を抱える寺田総務大臣を更迭する方向で検討に入りました。それでは今日お伝えするテーマはこちら、中東の異端児カタール。今夜サッカーワールドカップがカタールで開幕します、はい、中東では初の開催、そしていつもは6月頃に行われますが、夏はカタール最高気温50度近くになるため初めてこの時期の開催となりました。そんな開催国のカタール、詳しく知っているぞという方はなかなかいないかと思います。カタール、一言で言うならば小さな大金持ちの国です。国の面積は秋田県と同じくらいで、首都はドーハですね。でほぼ砂漠だけの国土には280万人が暮らしていますが、そのうちカタール人はわずか30万人ほど、1割なんですね。で残りの9割は外国人といった変わった人口構成となっています。で意外と新しい国で、イギリスから独立したのは1971年のことです。この中東の小さな国を一躍大金持ち国家に押し上げたのが天然ガスなんですね。1988年からイランと共同でペルシャ湾でガス田の開発を始めると、これが当たりました。現在世界3位の埋蔵量を誇ります。とにかく儲かっていまして、その利益を国民に惜しみなく還元しています。所得税、消費税はありません。で医療費、教育費、光熱費、これも国が持ちます。で結婚しますと国から土地ももらえちゃうっていう、儲かってますね。で国内の企業の多くを国が運営しているので、カタール人の多くは事実上の公務員になりますね。その年収は2000万円に近いそうです、はあ、ただ一方で外国人労働者への差別的な待遇、これが問題になっているという面もあります。で富の象徴としてハヤブサを飼うことが市民のステータスになっていて、富裕層の7割が飼っているそうなんですね。ちなみに砂漠というとイメージしやすいラクダ、これが10人に1人ですから、それだけ多くの方がハヤブサを飼ってるんだなっていうね、印象がありますよね。でカタール航空ではエコノミークラスの場合、1羽までならば一緒に搭乗することができます。飛行機の中に、はい、飛行機の中にハヤブサを、はい、へえ。実際にその飛行機の中でハヤブサが並んでる写真なんかもあったりして結構異質でしたね。まあ日本だとなんだろうね、錦鯉だったらあの一緒に乗ってきてもいいですよみたいなことなるほどね。それが OK っていうことなんです ね。ただまあ地下資源豊かなんですけど、砂漠なんで農作物は取れません。ですからまあ輸入に頼っているということで、スーパーでは白菜が一玉およそ1200円で売られているそうです、はい。でそんなバブリー国家です、カタールですもね、悩みが実はありまして、お金持ちならではで若者が勉強しない、働かない問題っていうのもあります、まあ、社会の中心、生まれた時から超リッチな世代なんで、勉強や労働への意欲が少なくて、世界最悪レベルと言われるメタボっていう面もある、まあ、そのあたりもちょっとね悩みもありますね、さてそんな小さな、大金持ち国家カタールですけれども、もう一つ別の呼び名があります。それが中東の異端児、その理由は独自路線を行く国家運営にあります。中東と言いますとイスラム教の宗派の対立があって、中でもサウジアラビアが中心の湾岸アラブ諸国とイラン、これは犬猿の仲です。でカタールは、まあ、大まかに言うとこのサウジアラビアがいるグループ、つまりイランとは犬猿の仲のグループにいるんですけれど、先ほど言ったようにカタールってイランとガス田を共同開発してますので、イランとは仲がいい、うん、さらにイランとバッチバチのアメリカの中東最大の軍事基地はカタールにあります。ですから、まあ、八方美人というか全方位外交というか世渡り上手というか、うん、そういった国なんですけど、でもアラブ諸国ってやっぱり面白くないですよね。同じグループなのになんでイランと仲良くするんだ、うん、ということで5年前についにサウジや UAE などがカタールと国交を断絶する事態になりました。中でもカタールと陸続きのサウジ特に怒っていまして、カタールとの間に運河を作って島国にしてやろうかっ
というふうに脅しをかけたとも言われています。それぐらい怒ってました。でこの断絶は4年続きまして、去年一応和解はしているんですよね。そんなカタールですけれども、まあ、天然ガスというのは、まあ、所詮は限りある地下資源というふうに割り切っていまして、今観光にも力を注いでいます。外資系のリゾートホテルとか地下鉄を整備する、国際会議を積極的に誘致する、そしてスポーツの国際大会も誘致、世界陸上も行われましたし、そのうちの一つがワールドカップになるわけですね。その中東の異端児カタールの行く末を占う大会は今夜開幕します。本来ワールドカップは、ね、6月に開かれてたんですけれども、今の時期はヨーロッパのサッカーリーグがちょうど、ね、開催中ということで、この時期のワールドカップ開催はありえないと言われてたんですが、やっぱりこの辺はカタールのお金が全てを動かしたとも言われてますけどもね、うん、はい、担当赤荻歩美アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。先ほど紅葉の綺麗な栃木県日光市は全国の中でも市町村の面積3位だという話をしましたが、はい、私が勝手に1位と2位はきっと東北なんじゃないかって話をしましたが、この方はラジオネームグッチーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。実は1位は岐阜県高山市、2位は静岡県浜松市です。中部地方の自治体がワンツーなんですよ。岐阜の高山市は平成の大合併により合併前より面積が15倍以上になり一気にトップになりました。面積は2200平方キロメートルで東京都よりも大きいですという。そうなんだ。やっぱりあの辺ね、合併すると大きくなるんだろうね。まあ、あと静岡の浜松もね。あ、うん、そうですね。そうだそうだ、広いもんね。さて最近買ったものということでお便りをいただいています。ありがとうございます。横浜市のシナモンパパさん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近買ったものはラーメンを湯切りする道具です。ありますね。ラーメンは好きですが家では作ることはありません。しかしあのフォルムを目の当たりにした瞬間、手首のスナップを効かせて湯が切りたいと思い購入。あのね、平たいザルね。早速生麺を茹でてシンクで湯切りをしましたが、我が家の狭いキッチンでは湯が飛び散り結構な惨事となりました。その後は飛び散らないようにゆっくり上下に振ってみましたが、楽しくも何ともなく3回ほどで飽きてしまいました。現在は妻がブロッコリーを茹でるときに重宝すると言って活躍しています。お値段1480円、買ってよかったと自分に言い聞かせています。そうか、あのあれだね、あの筒状のか、ね、こう、うん、ストンというね、確かにラーメン屋さんかっこよく見えるよね、あれね。そうですよね、豪快にね、うん、しかもね、なんか掛け声と一緒にね、なんかね、えいっなんつってね、やりたくなるよね。やりたくなるよね。私が昔好きでよく行ってた永福町のラーメン屋さんのご主人の湯切りはね、ほんのちょっとだけね、なんかね、ため息が聞こえるんでね、っっていう。でもそれも聞かないとね、食べた気しないんだよね。だからその声が聞こえる席に座って一緒にっていう気持ちわかる。鹿児島市のひらりさん、43歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。車です。10年乗った車を手放して新車を購入しました。いいな。我が家は夫が単身赴任をしているため車はほぼ私が乗っています。買い替えの時期が近づき、どの車がいいかなと夫が聞いてきたので、好きなのに決めていいよ、車の買い替えって人生にあと何回かしかないんだし、車って男のステータスなんじゃないのって答えたところ、夫は涙を目に浮かべていました。乗るのをほぼ俺じゃないのに選んでいいって言われると思ってなくてと喜んでいます。車をチョイスするという面倒くさい作業を放棄しただけなのになぜかえらく感激されました。日頃そんなに私は選ぶ権利を夫に与えていないのでしょうか。結局一緒にディーラーをいくつも回り、夫が気に入っても私が首を縦に振らないこともあり、なんだかんだで私が首を縦に振らないと決まりませんでしたが、夫婦で納得して選んだ車がようやく18日に納車です。楽しみです。でも来たんだよ。ねえ、よかったですね。おめでとうございます。安住紳一郎の日曜天国、カニの季節です。
毛ガニ、ズワイ、タラバガニ、カニを食べるとみんな静かに。お聞きの放送は皆さんどうぞお手柔らかに。 TBS ラジオ905-954。 時刻は11時です。この後は今日のゲスト高畑敦子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それでは今日のゲストです。女優の高畑敦子さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いやもう舞台前っていうことでなんかちょっと仕上がってますね。なんかね、え、老け具合が。いやいや、じゃなくてなんかあの舞台人としてのなんか威厳を感じる。本当にそうですね。なんですかそれ。私今日安住さんに会えると思ってヘラヘラ来て嬉しいなと思って来たんだ。いや隠しきれない。え、何が厳しい思いが安住さんへの。違います違います。なんか高畑さんのなんか舞台人としてのなんか、うん、威厳が出ちゃってる。うっそー、隠しきれない。え、何それ、何だろう。直前まで舞台のこと考えてましたでしょ。そらそうですよ。あ、やっぱりもう隠しきれない。うち中セリフだらけです。発見ですもん。耳なし芳一の家みたいになってもうトイレの前にもどこにもセリフ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 。中台達也方式って言うんですわ。あ、そうなんですか。そうなんです。中台さん書きまくって、ええ、もうお家の中全部壁紙がセリフになるんですって。そういうね居酒屋ありますけど ね、 あのね居酒屋あのなんていうんですか、あの結構トイレが効果あるんですよやっぱり。あ、そうですか、はい、もうじゃあその役をもう入れてそのセリフに囲まれてその言葉の中で生活して役を自分のものにするっていう。そんな大したもんじゃないですよ。ただ覚えられないんですよ。いやいや、やこしいんですわ。今回はどういうお役なんですか、はい、91歳のおばあさんなんですよ、はい、登場がまず入れ歯がない状態から始まるんですよ。でしょ。それもじゃあお芝居で。そうです。だから入れ歯がない顔の練習とかしたり、はい、いや何を。そうですよね。であと言葉が出てこない。昔やっぱり活発に喋って論客であった人で、うん、はい、それが出てこないっていう、あのそれ、うん、あれがっていうのがセリフにあるんですよ。はあ、あんたのお父さんはあのほら、あれがなくて愛想がとか、はあ、そのあのほらが出てこない。へ、うん、で、あのホラーがちゃんと言えないと嫌なたちなので困ったもんです、うん、あ、これはこれはやりがいのあるお役で。でもね、あの賞総なめなんですよ外国では、はい、で外国の劇を日本でやるとそうでもなかったって言われるの悔しいから、ええ、あのちゃんとやりたい、ちゃんとやりたいっていうか、あのだからあれみたいになんですよ、あのご長寿早押しクイズのおばあちゃんみたいになりたいんです。どういうことですか。あのありそのまんまっていうか、老人と子供には勝てないっていうじゃないですか、はい、だからこうおばあさん演じてるとかじゃなくて、うん、どこかからこう借りてきたおばあさんがポチョンといるみたいに、はい、あの境地に行きたいんです。は、4000マイルズ旅立ちの時ということで、はい、世界では各賞かなり評判よく、ヒューマンドラマの傑作、待望の日本初演と、はい、いうことですよね、はい、読み合わせの時にその自転車で旅してくるんですけど、岡本圭人さんに、はい、アメリカってのは西から東まで自転車こぐとどんぐらいあるのかしらねって言ったら、だから4000マイルですよって言われて失礼しましたって言ったんです。恥ずかしかった。4000マイルは何の距離だと思ってたんですか。うーん、なんか母を訪ねて3000里みたい な、 なんかあの遠い距離の代表みたいな。だから読み込みがね本当岡本さんにはかないません、4000マイルだから6400キロぐらい。あ、6400キロになるわけですね。メモしないでくださいよ調べればすぐ分かりますよ。本当ですよね。すごいすごいですよね。日本からだとアフガニスタンぐらいまで、中東ぐらいまで行きますから、だからアメリカっていかにその西海岸から東海岸、本当です ね、 ね、遠いってことで、東から西に開拓したから西から東に行くんだっていう彼の理論なんですよ。へ、その青年の自転車ので自転車の前輪を太平洋に浸して、はい、最後大西洋に浸すっていうのがその西から東のルールらしいんです。へ、ごめんなさい、芝居の話ばっかりになっちゃってごめんなさい。いえいえ。そしてその岡本さん演じるお孫さんと再会する、はい、そうですそうです。私はニューヨークに住んでて、多分旦那さんが死んじゃった後やっぱりポッカーンとなってるような人で、でもかなりこう文筆じゃないですけど、旦那さんはちょっとこういうマスメディアに活躍してたような雰囲気があるような感じで、まあ、ちょっとポカンと、まあ、91歳になって、うん、ちょっと穴が開いたような生活を、でも一人でまあ生きてるんですけどね、はい、そこに久しぶりに彼が現れるっていう、うん、
東海岸でバリバリに働く知的なニューヨーカー、うん、そうですそうですだったんだけど、まあ、夫も亡くなり、うんうん、そのお迎えの人と生存確認電話でし合いながら生きてるような老人、はい、老女なんです。いやー、うん、高畑さんにぴったりな役。本当、うん、嬉しい。そう言われるとそういう気になるからな私。いやいやそういやちょっとね演じる年齢ははるかに上だけれども、うんうん、バリバリ働いてた人が、うん、時を経てねお孫さん、うんうんうん、高橋さんにもお孫さんできる日が来るかもしれないから、その時にちょっとその自分のそのなんですかね、うん、鋭さが少しこう自分でカバーできなくなった時に、うんうん、琴美ちゃんの産んだ子供がね訪ねてきて、で彼も彼で、あ、ちょっとおしばらの話ばっかになっちゃいますね、この辺で。あとはお楽しみに、ぜひシアタークリエに。高畑敦子さんですが、1954年香川県の出身です、はい、青年座に入団し舞台俳優としてデビュー。その後テレビドラマにも出演し、3年 B 組金八先生の養護教諭役が話題となりました。2014年には俳優活動が評価され秋の紫綬褒章を受賞。舞台、ドラマ、映画、海外作品の吹き替えなど幅広く活躍されていらっしゃいます。ありがとうございます。もうプロフィールの紹介はね、さらには朝の連続テレビ小説舞い上がれ、後藤のおばあちゃんでね、もう皆さんがすごくなんか高畑さんの言葉にね力をもらうって、そういう声届いてますでしょ高畑さんの元にも。ゴミ捨ててしてても近所の方が声かけてくれるんです今までなんかそんな声かけていただいたこともないのに、見てますよとか言っていただいて嬉しいもんですね。またあのおばあちゃんがね、あの話す言葉がなんかこう、そうなんです、あれは作家の方が詩人、はい、じゃない違うな、短歌、詩歌を書く方なんです。桑原さんとおっしゃる方、はい、でちょっとお耳があの中学の時に聞こえなくなったという大変な、あの困難を乗り越えて、だから言葉を本当になんていうんだ、抽出なさった言葉を書かれてて、もう私台本読んでる時からもうティッシュの山ができるぐらいだったんですけど、ですからそれがやっぱりあの見てる方にもあの伝わるというか、いやもう伝わってるんだと思いますね。あの後藤の言葉がいいですよね、はい、大変だったんですけど、あれも保健指導で最初あの、主人公の名前が舞ちゃんっていうんです、はい、で舞のためだっていうセリフが舞んためたいってなってるんですけど、ちょっとポルトガル語みたいじゃないですか、舞んためたいって言われてもちょっと分かんない、はい、そこから分かりやすいけど後藤のニュアンスが出るようにっていうのをやっぱりお稽古して、そうですか。でまたこれまた素晴らしい方言指導の永井先生っていう若くて、モデルさんだった方なんですけど、ね、あ、そうですか、はい、方言指導っていうのはよくドラマとか映画の中で聞きますけども、うんうん、具体的にはどういうレッスンっていうか指導されるんですか、うん、まず撮影の前に練習をする、まあ、方言テープをまずいただく、でうちで下準備をして、で練習をするんです。でさっきみたいに言った満員ためたいじゃ分かんないから、ちょっと言葉を変えてみましょうかとか、そういうことをすり合わせて、で何度もそこで練習して、で本番もついててくださって、違うとチェックが入るんです。ドドドドって降りてきて、あ、ここはこうですよとかって。それは最初に練習するときは、脚本の台本のセリフの練習なんですか。そうですそうです。あ、もうじゃあ、でも永井先生はご家族の会話を入れてきてくださって、テープに、はい、うちの母ちゃんとじいちゃんとばあちゃんの話ですって言って、そのこんな雰囲気ですっていうのもくださった資料として、まず雰囲気を理解してもらって、はい、で実際に話すセリフの言葉で練習してみましょう。 それがすごく面白くて、永井先生のお母さんの言葉が、はい、あそこのパンが酸っぱいっていう話をずっとしてるんですけどあそこのパンは酸っぱってくるなんか、あそこは酸っぱかみたいに言って、そんなんか入ってね、パンが酸っぱ、ちょっと酸っぱかった、それがすごく良くて、あ、こんな雰囲気なのかなっていうのもくださったです、珍しかったですけど、確かにね、音の練習だから内容関係ないんだけど、やっぱり話してる内容面白いと、はい、面白かったです、パンが酸っぱいってなんかあんまり言わないから言わないですけど、面白かったです。そうですか、はい、マインがためたいって、マイちゃんのためだよっていうこと、マインためたい、あれはどうなったのかな、マイン、でもマインためたいってなったんですね結局、あとおようとかばえーとか言うんですよ。どういう意味ですか。びっくりするときにばえーって言うんですよ。JJJ みたいなことですか、ね、そうですそうです
で、はい、うんうんっていうことをおよおよって言うんです。およおよ、およおよ、これ本当に言うんですかって言ったら、およって言ってましたねえ。でお仕事を演じる上で方言の練習ってのは楽しい作業ですか？どうですか？いや苦しい、最初はやっぱり大変なんですけど、あの方言に助けられて、あの役とか、はい、あれがまた標準語で言ったらうさんくさいと思うんですよね。そうです、どんなことにも立ち向かって生きていけなんて言われてもそれがやっぱりどがんことにも負けんで生きたらよかとか、やっぱあの力は強いですよ ね、うん、そうですよね、助けられてます。さてそんな大忙しな毎日ですけれども、はあ、今日はこのテーマでお話しいただきます、はい、高畑敦子の熱くなった瞬間、まずは一気に紹介します。その1忘れちゃう、その2母の一押し、その3香川の恋、以上の3つですその1忘れちゃう、高畑敦子さんこれ何ですか？これはぜひとも言いたいんですけど、私この頃忘れ物が多くて、ええ、銀行の ATM に通帳忘れちゃったんです。あら、それであら大変と思って警察行って、私通帳忘れちゃったんですけど大変なんですって言ったら、ええ、あ大丈夫です、 ATM が吸い込んでくれますからって言われてATM 吸い込み係にお電話どうぞって言われて、はちゃんと吸い込んでくださって、 私みたいなうっかりさんいるんですね吸い込み係って何ですか？ATM さんが忘れ物すると、はい、ちゃんとグイーンと吸い込んでくれるんです。次の人が来て持っていかないように。ああ、知ってました？いや、あそこのなんかペロッと出してるところで取らないと、はい、時間になると引っ込んじゃうってことですか？はい、吸い込んでくれるんです。へー、まあ、安住さんそんな忘れ物なんかねきっとなさらないと思いますけど、いや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 、新幹線のチケット1回も忘れたことない方でしょ？そうです、正しくは財布を落としたことが一度もありません。そういう人いるんだな。なんでそんな嫌な顔されなくちゃいけないんですか普通に正しく生きてるだけですよ。そうですね、でも私のようにあの新幹線のチケット3回落として通帳も2回ぐらい忘れた人間がいるんですね。そういう方にはぜひお知らせしたい、はい、通帳 ATM 吸い込み係っていう窓口がありますから忘れた方はそこにご連絡本当に吸い込み係っていうんですか？名前そうなんですか？なんかあるんでしょうね、でも、ありますよね。要はそういうことね、あの大変だって、やっぱり悪用されたら大変だと思われると思いますの で、ちゃんと ATM さんが吸い込んでくださって後日送ってくる確かに、でもその警察の人も吸い込み係っていうと一瞬で理解してくれるなと思うからいい名前ですよね。そうなんです、あそんなに、あ大丈夫ですよ吸い込んでくれてますからみたいな、吸い込み係ありますからって言ってくださって、で結局見つかったんですか？あ見つかりました、ちゃんと吸い込んでくださって、後日はい、そうですか、忙しいから銀行とか行くとね、また今いろんななんか操作しなくちゃいけないから、いやいや、なんか他のこと考えながらやってるんでしょうね。そうですか、あの現金も先日忘れたことがあったんです。どこにですか？ ATM に。 ATM にちょっと大きいお金を下ろしたんですけど、はい、そのまま置いてきちゃったんです。もう何しに行ったか分かんないじゃないですか。そうなんですよ、だからお金下ろした時点でも作業の9割ぐらいが終わってても次のことをやろうって頭がいっちゃうんです。あなるほど、もう引き出す作業のところで終わって、それはよく言われます。敦子さんはどうして2つのことを一緒にやろうとするんですかって、1個終わってから次のことやればいいじゃないですかって、ついてた女の子に言われたことがあります。マネージャーさんに、いやあのお付き合いやってくださった付き人さんに、はい、女の子に。ああそうですか、だから1個終わって、うん、ちゃんとお財布に入れて次のことやればいいんですのにね、はい、まあでも高畑さんはスピード出してる人生だから、それは仕方ないですよ。頭の回転が早いから次へ次へとね、そういうぽっかりばっかりです最近は。昔私高橋さんに言われたのは、まあ人生いろいろあるけれども、私は立ち止まって考えるっていうことよりも走りながら考えた方がうまくいった例が多いから、お先に失礼みたいな感じでなんかシパパ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 って進んでいくのを見て、うん、高畑様って感じだね。そうですね、うん、それは母が言うんです。うちね、馬の親子なんですね。お母さんも馬年、私も馬年で、母が、私はな止まって考えんのじゃ、走りながら考えるんじゃっていうのがうちのお母ちゃん、高松の。そう面白いですよね。それし2つ目ですが、その母の一押し、お母さんですよ ね、はい、高畑さんのお宅はね、本当高畑敦子さんのお母さんがね、もうなんていうの、傑出した人物。もうね、そうなんですね、うん、
もともとあれですか、お母さんのご実家は高松ですか？そうです、香川県高松じゃなくて善通寺っていうところなんですよ。善通寺、はい、まあ、弘法大師生誕の地って言われてますけど、自衛隊があって、はい、まあ、仏教圏ですね。そうですよね、五重の塔があって、そこから鐘の音がして夕暮れになるという、はい、善通寺でご商売されてたんですか？母のうちはそうですね、満州からお兄ちゃんが箱作りの機械を持って帰ったとかいう、まあ、農業、反応、おじいちゃんは警察官だったですけど、反応なんていうんですか、農業もやるし、うん、お勤めしてたみたいなお家ですかね。でも箱を作ってましたね。箱、満州から箱の機械を取って、だからまあ商家です。商家、ね、農家の畑も持ってるけど商家。あの料理研究家の結城進先生っていらっしゃいましたね、はい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 、結城進先生も満州から引き上げて善通寺でしたね、うん、あ、そうですそうです、善通寺です、結城先生。そうですよね、はい、でご主人との結婚は高松で、全通寺でダンスホールでお父さんがお姉ちゃんと踊ってる、 お姉、お父さんすっごいハンサムなんですよ、長身 で、はい、でうちの母さんちっこいので背の高い男と絶対結婚するんじゃと思ってたら、背の高い顔のいい男が、はい、お姉ちゃんと踊ってるそのダンスしてる姿にもう一目惚れして、はい、もうこいつっていう感じで、でお母さん要塞ができたので、私がお針で食わすわと。お父さん無職ですよ、それで背広とかその当時着れないズボンとかいろいろも貢いでお洋服塗って、私と結婚しようなみたいな感じで、はあ、すごい勢いですよ。後年は言ってましたけどね、男は顔で選んだらいかん言うとりました。後年言うとりましたがってお母さんの話じゃないですか。面食いなんですよ。いやだからでも身長高くてハンサムっていうのは、だから敦子さんお父さんからそれもらってる。いやそれも言うとりました。男は顔やないけど、ほやけど娘ができた場合は男親に似るけんな、これ複雑やな言うとりました。よかったと、綺麗な、ね、お嬢さんになって、ね、自分が働くからとりあえず私面倒見るわっていう、その会社の良さと気の強さは、だからそれも敦子さんにもらってるんですよね、お母さんから。ありますね、似てますね。だからそういう母の部分と、父は割ともう本当杓子定規で固い男なんですよね、ちょっと割と内向的で、はい、だから両極が私の中にあるのではないかと自分では分析しております。そうですよ、お父様頭良くてね、確かご自分でね一級建築士の勉強して、そうですそうです、あの建築会社に、それも母がご利用しして、母のお家に下宿してた人に、はい、ちょっとうまいことやってやってある大手の建築会社入れたんですけど、そこから二級建築士を取り、一級建築士を取り、コツコツ勉強して、晩年はリタイアした後定時制高校に通って、はい、定時制の給食は美味しいなあ言うとりました。ちょっと信じられないでしょ。だから高校出ずに仕事ついて、で独学で勉強して資格取って、一級建築士取ってから定時制高校だから、だからずっと勉強してたですね、父は。やっぱり大変だったんでしょう ね、いや当時はだから学校行くってことが贅沢だったんですよね。そのだからお父さんのさ頭の良さもしっかり受け継いでね、でこれだけのね、両親からいいものをいただいて自分でコントロールできてないんだからうまいことおっしゃいます。うまいうまいじゃないですよ、ほんまうまいな。だからお母さん、高田さんのお仕事見て喜んでましたでしょ。あ、いや喜んでなかったんですけどね、 すごい晩年に、私なあんたに言い忘れとることがあるわ、私あんたに感謝の言葉を言うとらんかった言うとりましたね、で喜んでるとかそういうことはまるでないですよ、やっぱり他の道もあったんちゃうんかいな言うとりましたけど、でもなんかあんた活躍して感謝しとらんかったみたいに言うとりましたね。嬉しいですねそれは ね、ああそうですか、感謝しとらんかったね感謝してますとはやっぱりね感謝の言葉を言うとらんかったみたいに言ってましたね。そうですか、いやあとは高畑さんといえば、さっきお父さんからのね、はあ、高い身長とお母さんが惚れたハンサムの顔立ちって言ってましたけど、高畑さんがモデルになった彫刻っていうのが意外に世の中に、まあ言い方語弊がありますが世の中に溢れてるんですよね。いやそんな溢れてはいないと思いますけど、やっぱり30代お仕事が全然なかった時にアルバイトとして橋本健太郎先生っていうところに、はい、あの
もうすごい賞をいただいて、もうお取りになってる方なんですけど、はい、彫刻のモデルしてました。15分やって5分休んで、2時間がワンセットですか。なかなか15分じっとしてるって難しいんですよ、はい、で橋本先生っていうのは結構弓なりのポーズとか、はい、動的なあの木版が多い方で、うん、凝ったポーズやったりしてたんですけど、はい、それはもうダメで、すぐ足がつる手がつるで大変なんです。15分止まっといてくれと。そうです。それであの水着でいいからって言われて、はい、水泳部だったんで水着は全然何も抵抗もなかったので、はい、水着でやってました。それで橋本先生の、うん、彫った木像が結構それこそ後年価値のあるものに。そうなんですよ。お値段聞いてびっくりしちゃったんですけど、丸が2個ありましたね。数字丸丸と。それは万円の前に。はい。万円。うん、百万ってことですよね。百万円。なんかでそのモチーフの多分コピーのコピーみたいのが多分あると思うんですけど。それもあるらしいよ。私一回六本木の中華レストランの地下に知ってます、ちょっとまあ当時大々的に多分店の中央に飾ってあったんだろうけれど、今はちょっとお役御免的な感じで地下の隅っこに追いやられている、ちょっと白い石膏の女性の像があるんですよね。でまあそういうことなんだろうなと思って、で当時はきっともう少しねなんかモダンな店作りだったのかなとかそういう感じだったんですけど、そしたらなんかお店の人が、あ、安住さんちょうどいいちょうどいいちょうどいい、安住さんちょうどいい安住さんちょうどいいって、これ高畑敦子さんって言って、そうですそうです、あれのサイズ違いがあるんですよ。サイズ違いってサイズ違いって世の中にいる、あれはね割と小ぶりで、小ぶりでそう1メートルちょっとぐらいなんですけど、うん、私が拝見したその丸が2個あったのは、はい、私と同じぐらいですね。163センチぐらい大きかったです。じゃあもうほぼ等身大に近いぐらい。そうですね、だからやっぱ橋本先生の作った、まあ、もしくは橋本先生じゃないかもしれないですけど、はい、まあ、有名な彫刻なんで多分きっとそれのレプリカがあるんでしょうね。美しいでしょうね。だからあんまりほらね石膏とか石像ってそんなにモデルの人の体温が伝わるものじゃないけど、だから意外にもしかね町とかさ公民館とかであるラフ像とかなんか飛翔とかなんか自由と未来みたいなね、こうなんかブロンズ像だったりして、モダンダンスみたいな女性像、もしかすると高橋さんかもしれないから、そう思って見てみよう。そうですね、笑いごっちゃないけどなんか、それはね穏やかな観音様のような感じでしたよ、世界平和を願ってるような、そういう感じの像でした。ですよね、確かに。でも高畑さんの輪郭って全部確かに、観音様みたい、完成されていらっしゃいますもんね、本当に彫像の、私肩畑馬子って言われてたんですよ。水泳部だから肩幅あるからね、で顔が長い、好きな人の前ではずっとこう うつむくと顔がちょっと7分目ぐらい縮小するじゃないですか、だから好きな人の前ではずっとこ うつむいててお前気持ち悪いよあっち行けって言われて、すごいよ、ね、そういう悲しい時代もあった。うつむいて角度つけると正面からの距離が短く見えるからって。だからやっぱりコンプレックスだったんですよ、顔が長いということが。そうです。だからうつむいたらほら結構いけるじゃないですか。でも気持ち悪いですよね、ずっとこうやってうつむいてくれるから、そりゃ気持ち悪かったと思いますわ。こんなに美しいのに。いや、そして3つ目ですが、香川の恋出た。これはもう何回も聞いてますね。これはもうね、相手の人が話さないでくれって言ってるぐらい。そうなんですか。いや、相手がちょっとね、本当最近の若い人に聞いてほしい。当時はどれだけ恋っていうものに対して直線的に進んでたかってことですよね。これ危険じゃないですか、大丈夫ですか。今だとねもうちょっとした事件ですよね。危ないよね。でも当時はねそうだったですよ、そうね、いやでもこれがあったからやっぱ彼の前でその初恋の人の前で自由にこうそのねうつむいて、こううつむいたら顔が短く見えるだろうとか、水泳部だったから濡れてるじゃないですか髪が、髪が濡れてうつむくともう貞子なんですよね。お前気持ち悪いよなもう言わんと、で喋れないから今みたいに活発に、それはね気持ち悪いから。いやとはいえですよ、そこはやっぱり恋する女、高畑敦子なんでちゃんと、
話はできないけど栗林公園でキスはしたんですよね。あ、うん、でそれでも3時間ぐらいかかりましたよ、栗林公園手つないだまま薄暗くなるまで待って結果出してる。そうですよ、で交換日記をした時、今日はキスをしたっていう交換日記の一文があって、あ、その時親がなんか洋画かなんか見てキスシーンかなんかあって、いやだ、なんでもうこんななんか恥ずかしいわみたいな、そんな記憶がありますね。なんか本当に人と触れ合うって、あのね、こんなこと、あ、いけないいけないいけない、西尾乱さかる本当にね、初恋の思い出ですよね。そして彼が高松の学校卒業して、うん、はい、大阪の高槻に住んでるっていう情報だけ掴んだんですよね。そうなんです、お父さんの転勤で、とご家族は高槻行かれて、で彼は高校の寮に入ったんですね。あ、そう、ちょっと安住さんのところに似てますよね。あ、確かに、うん、あ、それはちょっと寂しい別れですね。うん、それで高槻に今はいるんだなっていうのは頭にどっかにあったんです、はい、そしたらうちのおばちゃんが大阪方面に多くて、高槻っていう駅で急行となんかこうすれ違いのなんか乗り換えをしてた時に、はいはい、なんと高槻の駅の前にその彼が立ってたんです。ええー、そんなことあります？見間違いじゃなくて、特急からなんか普通かなんかに乗り換えなきゃいけないんで、うん、私たちはおばちゃんと、ホームに立ってたら、線路を隔てた向こう側の、うん、どこに立ってんですよ。嬉しい、初恋の人が。韓国ドラマみたいですね。そうですよね。で向こうもこっちずいと見てて、私もわ、でもそういう時って人間、うん、おー高畑みたいな感じなんですね。あ、向こうも気づいて、向こうも気づいてるんですけど、こんなことあるんやぐらいの感じで、もう電車が来てファーと乗ってしまったんです。でその時彼への思いはそんなになかったんですけど、後日やっぱりあの人が好きなんやと思って、はい、最終の東京からですよ、はい、東京から最終の大阪行きの飛行機に乗って、はい、高槻行って、高槻の電話ボックスで、はい、ローラー作戦でその彼の名字を全部かけて、うわー、いたんです。で見つけたんです、はい、道夫さんっていう名前なんですけど、はい、あえて今日は名字は申し上げませんが、あ、どう、昭和のデカみたいでしょうですね。ちょっとでも怖いのギリギリですよね。いや、でも昔はもう電話帳が最後の頼りで、もう全部ね載ってましたからね。で、まあ、ちゃんとそれちゃんと手順を追ってお電話して、はい、明日会いたいんだけどって言って会ってもらって、何しに来たんやって、あんたに会いに来たとは言えないから、はい、でもちょっとおいちゃんとか遊びに来たついでにな、うん、どないしとるかなと思って連絡したんやみたいなことからまた大人の恋がね始まったんですよね。そこからまたお付き合い始まったんですか？でも遠距離だったので、私はもう演劇学校に入っていたので、はい、演劇学校で次の好きな人ができて、はい、彼にはお前みたいな女とは二度と会いたくないという捨て台詞を残されて終わってしまったという。うーん、確かに私が聞いてる話でもその段階でだって新刊ピクニックでもうね一人彼氏ができてますもんね。いや覚えてますね。よう覚えてますねって、高橋さんの話、劇団の方で、劇団のね仲間でやっぱ盛り上がっちゃって、そうなんですよ、ね、まあね、モテたんですね。そうなんですね、うん、やっぱりこういうモテたし好きがあったし大丈夫かしら、不適切なこと言ってませんが、これ生放送ですよね、全国に申し訳ない。自分がモテたって話でそうですね、そういう、いや、なんかちょっとやっぱり青春時代の話聞くと甘酸っぱい気持ちになりますね。しますね、さて改めまして、今日の日曜天国はゲストに高畑淳子さんをお迎えしています。高畑さんがご出演する舞台のお知らせです。タイトルは4000マイルズ旅立ちの時、来月12月から上演され、東京公演は日比谷のシアタークリエで12月12日から28日まで行われます。世界各地で上演された名作ヒューマンドラマが待望の日本初上演、出演は岡本圭人さん、森川葵さん、瀬戸沙織さん、そして高畑淳子さんの4人です。チケット料金は全席指定税込み1万1000円で販売中、詳しくは公式ホームページをご覧ください。さらに高畑淳子さんが出演する映画母性が今月23日水曜日から公開です。告白の港かなえさんの原作で累計発行部数100万部を突破した話題作の映画化です。
主演は戸田恵梨香さん、永野芽郁さん、こちらもぜひチェックしてください。映画の方は今月23日から公開ということです。どういう映画なんですか？あのね、母性っていう映画です、はい、戸田さんが、はい、まあ、お母さんから人に喜ばれるように生きなさいみたいな、まあ、お母さんから、はい、そういうふうなちょっと割と不思議な育て方をされたっていう感じなんですかね、お母さんに気に入られること一番みたいな育て方をされて、で子供ができるんですけど、やっぱり自分の子供よりもお母さんのことがやっぱ残ってたりするんですね、でその中で、まあ、不思議な、まあ、旧家に、はい、あの嫁ぐんですけど、そこでの、まあ、戸田さんのこと、あと永野さんの視点、はい、でまあそれは全部言っちゃうとあれなんですけど、そうですね、お互いの思いが違うっていうか、はい、みんな母性っていう一番わかりやすい言葉がこんなにもう人間によって違うのかみたいな目線があるような映画だと思います。そうですか、私はその旧家の義父をやります、口うるさい、あの身内には甘いけど、嫁には厳しいっていう義母、義母、あ、義父だと男だって、義母ですね、義母そして先ほどから話出てますが、はい、東京公演日比谷シアタークリエで12月12日から28日と12月いっぱいですね。はい、そうです、年の瀬までやらせていただいております。長丁場ですから体力も求められますし、そうですね、はい、聞くだけでもなかなか ね、熱量を感じますから、それがまた ね、あの言葉が出てこないので、あの彼は、はい、あの、うん、あれが愛想がとか、あのほれそれが多いんですね、うん、はい、でそれがやっぱあのそれほれってちゃんと覚えないと嫌な性格なんで、はい、あのほれそれがトイレ中に貼ってあるというか、いやその言葉が ね、出てこないっていうお芝居の方が大変そうですよ ね、 そうです、最初は出てこないから適当に言ってれてもいいんだと思うんですけど、うんうん、いやまあそれがなかなかよう喋るんですわ、またこれセリフが多いんですね。多そう、あの外国の劇はだいたい 1.3 倍ぐらいになっちゃうんですって、日本語にやる訳しちゃうと。そうですよね、だから英語だともうちょっとシンプルなんでしょうけどね、でも、まあ、とてもいいお芝居です。そうですね、またきっと高畑さんの俳優のキャリアの中に輝く、ね、一つのキャリアが本当に91歳の中村芽衣子さんとか草笛光子さんとか、あの、はい、そういう実際のお年の方がなさったら本当にドンピシャなんでしょうけど、そこを私がやるという意味は何だろうと思いつつやっております。メールが来てますけど、この方は多摩市の方ですね、はい、60代の方なんですが、はい、高畑敦子様、ドラマ、映画、舞台にバラエティとお名前を見るたびに、下北沢の本田劇場で加藤健一さんとセイムタイムネクストイヤーにドリス役で出演されていたのを思い出します。まだ今のようにテレビには出ておらず、無名の失礼ですが女優さんでしたが、圧倒的な存在感で感動したことを鮮明に覚えています。何回再演したかはもう記憶にありませんが、その度に本田劇場に足を運びました。最後の公演の時は千秋楽のチケットを取り、盛り上がるカーテンコールの中で客席に投げられた風船をキャッチして喜んで持って帰ったものの、部屋の隅でしぼんでいく風船を見ながら、もう見られないと寂しく感じたものでした。その後の高畑さんの活躍は皆様ご存知の通りですが、私の中では高畑さんは今でもセイムタイムネクストイヤーのドリスとして蘇ってきます。多岐にわたるご活躍、これからもずっとずっと応援しています。うわー嬉しい、ありがたい。こうやっぱり一つのね、舞台の役が一生忘れられないっていう、そういう人を作るわけですからね。いやいや、もうこれやって田舎帰ろうと思ってたんです。もう30の前で、30過ぎちゃったので、はい、お母さんからも30までやでって言って、お母さんはもう松山のせんべい屋さんのおかみさんの嫁入り口を用意してさすが仕事のできるお母様、松山のせんべい屋さんのせんべい屋さんの、まあ、の看板をおばちゃんになってたでしょうね。せんべい屋さんにも嫁ぐ予定だったんです。最後やでって、セームなんとかやったら帰るんやでって、セームなんとかやったら松山に行くんやで、私もそうやな、30までやな、これ最後に帰るわって、はい、やったら、うん、母も見に来て、ほらもうちょっと、もうちょっと、ちょっとせんべい屋断っとくわみたいな感じですね。そうですかね、
12月の舞台も楽しみにしています。ありがとうございます。今日はゲストに高畑敦子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国。武士は食わねど高ようじ、物を食べたら糸ようじ。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 今日はこの後雨になるということで、北部ではもうお昼頃から雨、東京都心でも午後1時ぐらいから雨の予報になっています。お出かけの際は雨の備えをお願いします。今日は最近買ったものということで皆さんからメッセージをいただいています。この方は宇都宮市のあの雲の向こうにはさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近ナースウォッチを買いました。ナースウォッチは皆さん知っていますか？私は病院に勤めているのですが、看護師さんからたまたま教えてもらい、ナースウォッチというものを初めて知りました。いろいろなデザインのものがありますが、主に時計の6時方向にカラビナやベルトなどがついているので、キーホルダーのような感覚で胸ポケットやカバンに装着できます。これまでずっと腕時計を使っていたのですが、仕事上とにかく何度も何度も手を洗うので、腕時計がないだけで信じられないくらい手洗いが快適になりました。ちなみに私が買ったナースウォッチは金属のチェーンがついているタイプなので、まるで懐中時計のようなレトロな雰囲気で素敵ですよ。新しい仕事の相棒ができ、とってもいい買い物でした。へえ、ナースウォッチね。知らなかった、ね、腕時計をね、なんかこうブローチみたいな感じにつけてね、やってらっしゃる方もいるけれど、もっと多分腕のねバンドが感染源になったりとかするので、多分手には何もつけない、でも時計は必要ということで、そういうキーホルダーのような感じの時計が必要になりますよね。脈測ったりしますもんね。そうですね。知らなかった。愛知県岡崎市のピクトグラムさん、13歳男性、ありがとうございます。ありがとうございます。13歳ありがとうございます。ね、生まれたばっかりだね。本当。いや、生まれたばっかりだよ本当。そういう言い方しないの？13歳にはもう立派な大人だよね、うん、でもね、ごめんなさい、うん、本人はそう思ってるよね、ごめんね、生まれたばっかりとか言って、ごめん、すまん、何でも分かってるつもりだから、ね、またそれはそれで失礼じゃない？いやでもそうだと思います。サーティーンボーイズだもんね。自分が最近買ったものは耳栓とアイマスクです。自分が中1になり、親がベッドを買ってくれたのですが、マットレスになかなか慣れず寝られない状況が続いていました。自衛隊好きな自分は自衛隊式睡眠方法があるのではないかと思い調べると、庵野城、宍戸城、やはり自衛隊式睡眠法がありました。そこに書いてあったアイマスク、耳栓をして寝るの文を見て早速買って実行したのですが、アイマスクによる目元の違和感、耳栓による耳元の違和感を感じ、余計寝られなくなりました。今ではマットレスに慣れて熟睡できるようになったので、アイマスクと耳栓は勉強机の引き出しにしまってあります。もったいない買い物でした。長文失礼しました。いいね、長文失礼しました、いただきました。問題ありません、そんなに長文じゃありません、大丈夫です。ちょうどいいです、うん、ちょうどいいです。ジャストサイズだったよ。いいね、13歳かな本当にこれ。大丈夫かな、ちょっとね、厚みさん身がありましたよね、うん、いいね、庵野城、宍戸城使えるなんて素晴らしいと思う。そんな13歳見たことないよ。人生2回目なのかしら。庵野城、宍戸城、宍戸城さんは知ってますもんね。宍戸海さんのね、お父さんですよね、俳優さんね。庵野城、じゃあ新しいのも教えちゃおうかな。庵野城、小田切城ぐらいで妥協してちょうだい。若いから。そうですね。あとは庵野城、空城、城太郎、ジョジョと。ダメ、うん、明日の城、矢吹城、うん、久石城、どれお好きなの選んでいいですよ。やった、うん、じゃあ庵野城、宍戸城、小田切城でお願いします。お願いします。受けなかったら本当に俺のことを心の中でボコボコにしてください。明日の城の方がいいか、受けるかも。庵野城、明日の城にしてみてください。うん、何の放送これ。ラオスからいただきました、ありがとうございます。59歳女性の方、ラオスからお便りです。
最近買ったものは冷蔵庫です。東南アジアに住んで20年以上ですが、初めて2ドアの冷蔵庫を買いました、はい、その冷蔵庫の扉の真ん中におへそのように鍵がついているのです。買うときに鍵がついていないものももちろんあったのですが、ないよりはついている方がいいだろうと思って選んだのですが、使いこなせません、うん、何より鍵をなくしたら冷蔵庫ごときに結構パニックになるし、開けるために壊さなければならない大騒ぎになると思います。きっとこの地域ならではの鍵の意味があるのかもしれませんが、周囲に聞いてもさっぱりわかりません。こうなったら冷蔵庫を作ったメーカーに聞いてみるしかないかなと思っています。冷蔵庫に鍵、しかも扉の真ん中に、やっぱり食べ物が盗まれたりするからなのかな、わかんないけど、やっぱりそれぞれの ねところ違えば事情がありますよね。確かに、でも冷蔵庫に鍵かける感覚ないもんね。そうですか。最近買ったもの、たくさんメッセージをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、熱燗に当たり目、弱り目にたたり目、体お大事に季節の変わり目。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。2012年、平成24年発売、西野カナさん Go for it に乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、前橋市の清美さん、渋谷区の花母さん、大田区デクーのおばあちゃん、千葉県のバナナミンさん、盛岡市の PPP さん。カルピスセットの当選者は、武蔵野市の翔さん、岐阜県の冬かき子さん、そして北九州市福反応株主さんです。おめでとうございます。さて、今日番組冒頭で私が14年前に秋田のボーリング場に行った時の話を聞いていただいたんですけども、懐かしいなと思って自分自身でも聞いてたんですが、あの話実はちょっと続編がありまして、アナウンサーの世界で自分たちの放送したものを評価してもらうっていうような、そういう機会があって、自分が担当している番組のテープを送って審査してもらうんですけど、私2008年の多分3月2月期だったと思うんですが、確かその前の週か何かに競馬場の万栄競馬の話がすごく自分の中でもうまくできたなっていう実感があったんで、それを評価してもらおうと思って送ったんですよね、審査テープを。そしたらそんなに思ったほどの評価がされず返ってきて、と思ってうまくいったのにと思ったら、日付が1週間ずれてて、このパンツが見えた話を審査場に送ってたんですよね。それで全国のなんか偉いアナウンサーたちが集まって、20分ぐらい私がマキちゃんのパンツ見えたっていう話を延々聞いて、そしてそれなりの評価が出たっていうことがあって、で私年齢も年齢なんでそれ以上はもう出してないんで、最終的な私のその公のその会での評価っていうのは、マキちゃんのパンツが見えたことを危機として語っているアナウンサーで何とか賞を取りましたっていう公式的な記録が残ってるんですよね。語れば全て涙の種でございます。それではまた来週。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。11月27日のゲストは歴史学者磯田道史さんです。メッセージテーマは今年のマイ流行流行語。皆さんからのお便りお待ちしています。